今から僕は福岡の方に行かないといけないんですが、 JR を使ってはいけない、そして高速バス使っていけないというルールで行ってみたいと思うんですけども、はい、やってきました。はい、今日もいいお湯でしたということでですね、私たちはこちら商工会議所のですねところに入っていきましょうか。温泉プラザ山川って書いてありますね。で、次に乗るバスはあそこからですね3時に出ます。だからあと20分ぐらいあります、時間が。おお、綺麗だ。蜂蜜売ってますね。九州ってね、良質な蜂蜜が取れるところも結構あるんですよ。はい、ということで、特産品を買ってまいりましたが、これ青森のやつですね。はい、なんか JA のね、市場が設けられてて、全国のね、JA から届いたものが集結しているということだったんで、ちょっとね、今日くまモンさんをね、いっぱいね、ご挨拶したんでね、ちょっと他の地域のね、こともね、と思いまして。まあ、実際青森はね、青木チャンネルのロケで行ってまして、どっちがね、これよりも先に上がってるかわかんないですけども、なのでちょっとそれを懐かしむ意味でもね、こちらちょっと飲んでいこうかなと思います。はい、バス停がちょうど影になってますね。だったらね、全然施設とか入らなくても良さそうです。非常に美味しいです。というか青森で飲んだリンゴジュース、そのまんまの味がしますね。いやー、これすごいですね。遥か遠くの熊本でね、青森のねリンゴをね、いやー、いいですよねこれ。はい、ということでやってきました。マイクロバスですね。はい、終点の南関ターミナルというところで下車しました。マイクロバスに、ね、乗るって新鮮でしたね。まあ、乗車人数の、ね、需要に合わせてるんだと思います。で、ターミナルということでね、バスターミナルらしい作りをしているんですけども、南関山川菊池大津、大津って読むんですよこれ。大津じゃないですよ。で、熊本に行きたかったらですね、これ自体はもうこの路線はもうないんですけど、まだ残ってるんですね、表記としては。山賀でね、乗り換えをしないといけないですね、今回みたいにね。はい、で、ここにですね、時刻表も書いてあります。向こうはなんて書いてあるのかな。向こうは山賀行きと枝行きって書いてありますね。これ残ってんのかな、この路線って。ね、まあ、現存しない路線が書いてあるっていうのもね、面白いですよね。まあ、バスの需要もね、時代とともに変わってきてて、それで行き先が増えたり減ったりはね。さあ、私たちはですね、この南関という街をちょっとお散歩しまして、次はですね、西鉄バスに乗り換えです。はい、西鉄と聞くとね、なんか福岡っぽいですよね。でもここはですね、まだ熊本県の玉名郡になっていて、玉名郡南関町ということになっています。はい、南関って関っていう字を書きますけど、ここは本当にね、豊前街道、さっき出てきましたけども、それの関所だったということでね、関所の、建物の跡も、残っているということです。まあ、乗り換え時間20分ぐらいなんでね、それ見れるか分かんないですけど、とりあえず西鉄バスの、ね、乗り場に行きましょう。はい、ここから230m ということですね。わ、これすごい懐かしいですね。丸福ですよこれ。電話のね、加入券を担保にお金を借りることができるというね、これね、ほとんどの場合
まあ、その丸福っていう会社自体が現存しないので、取っ払われたりとかね、その丸福っていうところだけなんか塗りつぶされたりとか、そうやってなってる場合が多いんですけども、ここはね、ちゃんとね、ちゃんとした状態で残ってましたね。すごいな。南関町観光案内ということですね。これでね、ちょっと陰でめっちゃ見にくいんですけども、ここはね、山がですね、こちら辺がね、山がですね、なんか、あの陰でね、こんなに陰るんですね。やっぱ今日太陽がめっちゃ強いんですよね。で、こうやってやってきたんですけど、今から向かうのはこっちですね。こっちの西の方に、進路を変えていきます。はい。まあ、単純にね、だからあの北にこう向かっていくわけじゃないんですよね。で、この443号線っていうのがですね、バスで取ってきましたが、現在のね、豊前街道になっております。この豊前街道っていうのは北九州の小倉まで続いているそうです。まあ、これ関空墓地って書いてありますけども、ここも西南戦争の舞台だったんですよ。すごいですよね。明治時代に入ってからの、まあ、国内の内戦ですので、普通古戦場っていうとね、あのそれこそ安土桃山時代とかね、だいぶ昔のものが想像されますけど、明治時代だからもうまだ200年経ってるか経ってないかですよね。経ってないですね。100何年かですよ。はい。で、こっちにうから館っていうのがあります。で、このうからっていうのは何かというと、北原白秋の、詩からですね、言葉を取っているようです。取っているということです。で、この南関という町は、あの詩人の北原白秋さんのお母さんのね、出身地であるということでも有名ですね。これですかね。あ、ありましたね。西鉄バスの乗り場です。さっきうから館ってありましたけども、うから館の前だったらね、同じところで、西鉄バスと、三江バスですね、今まで乗ってきたあの三江バスが乗り換えができるんですけども、なぜかね、終点だけ違うところになってるんですよね。西鉄バス大牟田発着所って書いてありますね。で、ここにもお手洗いがついてるんですね。で、私たちが今から向かうのはですね、大牟田です。はい。福岡の一番南にあって熊本県と接している大牟田の町に今から向かいます。で、大牟田で、西鉄電車に乗り換えができますので、その西鉄電車でね、あの特急に乗って一気に天神まで、行ってしまいたいと思います。はい。山形で結構のんびりしましたけどね、ここからね、もうあの大牟田まで行って、そこからね、西鉄電車に乗って、それでね、天神ついて JR 高速バス禁止の旅がね、終わるということになってますね。いやー、もうすぐ終わりですよ。はい。バスがやってきましたね。このバスが折り返していくそうですが、いやー、福岡でよく見た西鉄バスですよ。いやー、福岡に行くっていう感じが、いよいよ福岡が近づいてきたというような感じがします。はい、バスがやってきましたね。乗っていきましょう。ご乗車ありがとうございます。この場所は、新大牟田駅前へ。
大牟田駅前に到着しました、これあれなんですね、あのロータリーに入っていくとかそういうわけじゃないんですね。それにしてもこれは福岡にしては珍しくめちゃくちゃ広い道ですよね。自転車の通行帯までありますよ。大牟田はなんか工業の街なんでね、まあそうなってくると物流の関係で車も多くなるということなので、多分それでね道も広く整備されてるんでしょうね。はい、ということで南関からですね大牟田までやってまいりました。でね、新幹線の新大牟田っていう駅を通ったんですけども、そこから新幹線に乗ればね福岡はもうすぐそこなんですよね。もうすぐ着いちゃうんですけど、その新大牟田っていう駅がですねどっちかっていうと福岡寄りにあって、そこからまた南下をしてきたそうですね。南にね、下ってきてで、大牟田の駅に到着したということで、その新大牟田の駅から、結構ね、まあ、2、30分ぐらいかな、バスに乗ってたと思うんですけども、まあ、多分ね福岡に連絡行く人はもう新大牟田で降りて新幹線でということで、このバスは大牟田の、ね、市内に用事がある人用にということなんでしょうね。はい、ということでこちらがですね大牟田の駅になっています。で今から天神ですね、西鉄の福岡天神駅まで特急列車に乗っていこうと思うんですけども、まあ、すぐね出る電車は、あるんですが、ちょっとだけね、大牟田の市内もね見ていきたいと思います。西鉄の特急列車もね30分に1本出てるんですよね。なので、こうやってね寄り道するにもちょうどいいですよね。私たちはですねあそこに見えてるね建物を見に行きたいと思います。なかなかねレトロな建物ですよね。こちらが大牟田の市役所になっています。でこの市役所なんですけども、1930年代に建てられまして、そうすると10年後ぐらいにね戦争があって、まあ、空襲とかもあったりするんですけども、この建物はですねその戦災を逃れることができたんですね。はい、ということで今もですね当時のまんま残ってると。一番上が火の見櫓みたいな感じでね、どこかで火事が起こってないかみたいなのをですね、そういうのを監視する目的で作られてるんでしょうかね。えらい高いところにあることが分かります。昭和戦前に作られた建物の中ではね、多分ねこの大牟田の中では一番大きい建物、一番高い建物だったんじゃないかなと思います。はい、ということで大牟田駅にやってきました。なんか唐揚げ屋さんすごいきらびやかですね。唐揚げトライチって書いてあります。昔はねこの上にJR の特急が1時間何本出てて博多まで早く行けますよって書いてあったんですけども、特急がね九州新幹線の開業に伴って廃止になってきていますので、そういったのはねもうやらずに新大牟田から新幹線乗ってくださいねっていうようなことになるんだろうと思うんですけど、まあ福岡に急ぐ場合はもう西鉄電車ね、それが一番早いということになってしまいました。草木まんじゅうっていうのが有名なんですね。まあ典型的なね地方の駅で、あそこに NTT の電波塔なんかもあります。はい、で大牟田の駅は JR と西鉄が共同使用の駅になってます。ですので緑の窓口があって、なんか今から JR に乗るように見えるんですけども、私たちはですねこの左側にある西鉄電車にね今から乗っていくことになります。はい、ここから乗れるんかなと思ったら間違えてましたね。西鉄電車乗り場向こうって書いてありますね。はい、大牟田駅から JR はですね博多方面と熊本方面に鹿児島本線が伸びております。で西鉄電車は、ここが終点で、西鉄福岡天神の方まで伸びているんですけども、なので、熊本にね新幹線以外で電車で行きたいよっていう時は天神とか西鉄沿線から特急とか急行で大牟田まで来て、そこからですね鹿児島本線 JR に乗り換えて熊本まで行くっていう、そういうやり方もあります。これもね割と早く行けるんですけど、今回はね JR 在来線含めてダメなんで、そんなやり方は使えなかったんですが、はい、JR の駅がこの市街地側にある関係でですね、西鉄に行こうとするとこの線路を渡っていかないといけないんですね。はい、はい、こちらが西鉄電車のね駅になってますね。これは路面電車がね保存されているんですけども、カフェとして営業されているんですね。あ、ここ
路面電車が大牟田で走ってたんですね。朝日町っていうのはさっきね、あのバスで通ってきたところの地名ですけど、でここからはね、あの JR も実は乗れるようになってるんですよ。なのでまあ西鉄電車に乗るんだったら、ここまで来ないといけないってことになってるんですね。はい、ということで西鉄の特急列車が到着しております。ご利用のお客様に関してはご利用をおかけいたしますが、どうぞご利用してください。どうも西鉄電車をご利用いただきありがとうございます。昔はね、西鉄の特急って2つ扉の、ほぼ特急専用みたいなのが走ってたんですけども、今はですね、もう3つ扉の電車になって、これは急行とかでも普通に使われるようになったんですね。はい、なんかこれは京阪特急みたいな乗りですよね。さあ、では、西鉄特急のね、前側を観察して列車に乗っていきましょう。はい、大牟田駅です。逆光でめっちゃ見えない。はい、じゃあ乗っていきましょう。西鉄電車をご利用いただきましてありがとうございます。この電車は福岡天神行き特急です。途中止まります駅は新高山、柳川、大仙、花畑、久留米、塚地、大橋、楽園です。まもなく発車します。This is a limited express train bound for 福岡天神。扉が閉まります。
乗車ありがとうございました。ということで福岡天神駅に到着をしました。でこれ折り返し普通電車になるんですね。特急として走ってきてめちゃくちゃ速かったですよね。あの最高時速がね、105キロか110キロかどっちかだったと思うんですけどもね、とにかく速かったですよね。で最高時速がね105キロとか110キロ出す私鉄って関西ではね結構珍しいんですよね。まあ、京阪特急と同じ乗りって言いましたけど、京阪特急で105キロ出す区間っていうのはね、京橋から森口ぐらいまでなんですよね。でその後全部もうまあ、100キロ前後なのかなになるんですけども、この西鉄特急のすごいところはね、どんな区間でもねフルスピードで走っているということで、いやもう関西のね新快速顔負けの化け物電車であることがねよく分かりました。特にね単線区間ですよ。これ西鉄大手私鉄なんですけど単線区間があるんですよ。で単線区間も105キロか110キロぐらいでぶっ飛ばしてましたからね、これはねいやすげえ乗り物だなと思いました。はい、エンディングです。ということで天神駅の南口出てきました。いや見慣れた光景、国体道路沿いに歩いてます。これはですね渡辺通りですね。はい、今回は熊本県の区間がバス移動で非常に長かったのでね、福岡県入ってからもう西鉄電車で、ね、特急でビューンってもう天神まで来ちゃいましたけども、なんか熊本県が長かったのがね嘘みたいですね。はい、ということで、今回はですね JR 新幹線在来線も含めて、それと、高速バス、禁止ということで熊本から福岡まで移動してみましたが、いかがでしたでしょうか。いや本当にね、まあ、熊本の区間が長かったとは言いましたけども、途中ね、温泉とか入れたりとか、あと山鹿の歴史的なね、街並みとかが見れたりとかしてね、いや本当にね観光気分で移動ができることができました。観光気分というかもう観光してましたけどね。はい、ということで、皆さんもぜひね、この移動手段時間があるときはやってみてください。またねJR とか、私鉄だったらもうすぐ行けちゃうようなところなんだけど、まあ、バスとか他の、交通手段で行ったらどうなるのかっていうね動画もやってみたいと思いますので、ね、まあ大阪とかでもねそういうのもし見つけたらやってみたいと思うので、引き続きね、青木チャンネルの、青木旅行チャンネルのコンテンツ楽しみにしていてください。それではご視聴ありがとうございました。